ンサンブル。印象も何も緊張したってのが一番かな。あら、どうして？だって いきなり初対面でブラを止めるのを手伝わされたんですよ。だって一人でつけれなくて困っているところに来てくれたのだから、お手伝いお願いしちゃうでしょ。そうかもですけど、 でもブラ見たも初めてだし、だいたいこんな綺麗な女の子の着替えをだなんて。綺麗だなんて初めて言われちゃった。毎日のように言われてるんじゃ。だってイーリスですよ。そう、女の子からはね。けど男の子からは。そうですよ。千尋ちゃんのすぐドキドキしちゃうところが好き。ちなみに今はブラつけているでしょうか。そんなのわかりませんよ。ほーら、せかされちゃってるわよ。どうする、確かめてみる。できませんって。さつき様、ダメ、来ないで。それ以上は大変なことになっちゃうから。えいえい。さ、どこが大変になっちゃうのかな。お姉さんに教えてね。ノーコメント、ノーコメントです。甘いお菓子のような匂いね。あと抱きしめると最初は嫌がるのだけど、次第におとなしくなって気持ちよさそうな顔をするところね。そうね、もらわれてきたワンちゃんがだんだんと懐いてくるような、そんな可愛いところ。私そんなんですか。知らなかった。そうよ、もっとあなたの知らないあなたを教えてあげましょうか。いいです、遠慮します。千尋ちゃんの素敵なところ、皆様にも知っていただきたいのだけど、例えばね、小さい頃のなおちゃんは甘えん坊で、月ね月ねって私のことまるでお母さんのように慕ってくれて、おままごとも、ダメです。私のさつき様を好きなところは、包み込んでくれるような大きな愛情というか、大きな、まあなおちゃんって私の胸好きだものね。赤ちゃんのようにしっかりと掴んで。そうじゃなくて、ちょっとだけそうかもですけど、そのセリカちゃんと同時にエーデルに選ばれた時のことですけど、ありがたいって思ったのと同時に、サツキ様だけのエーデルでありたいって思って、辞退する勇気を与えてくれたのは月姉だったよね。決めたのはあなた自身、私はそばにいただけだもの。それだけで十分でした。幼なじみで正体を知っている人がいてくれるだけで。そうなのね。もう そうね、なおちゃんが作ってくれるものなら何でも美味しいのだけど、この前いただいた若鶏の唐揚げが良かったわ。油で揚げてあるのに全然しつこくないのだから。ね、何か秘密があるのかしら。あれはね、オレンジとグレープフルーツを添えてあるのが味噌なんですよ。あとソースにも工夫があって、ビープリンソースとごま油を使ってるんです。揚げ物にはレモンを添えたりしますよね。あれの代わりなんです。レモンと違って身も食べれますし。へー。お料理のお話をするときのなおちゃんっていいお顔するわね。かわいい。あ、好きねえよ。お顔、蜂蜜の匂いがする。甘くて、いいよ。ねえ、なおちゃん。桃のパンケーキ作って。蜂蜜たっぷりかかったの。いいけど、この蜂蜜あったかな。いいわよ、なければ。あなたのほっぺたについたのを、ペロリって舐めちゃうわ。あ、あんた、多分
ナオちゃんみたいに甘くて美味しいパンケーキをね。舞台は春、別れと新たな出会いの季節。私も思い出深い前城女学園を旅立つ時が来たのね。在校生のみんな、さつき様とのお別れを惜しんでいましたね。うん、でも人はいつまでも同じ場所にとどまってはいられないから、変化するからこそ新たな出会いもあるのよ。それにトロイメライのモアの登場なんてサプライズもあったし学園の子たち色めき立っていたわね、ナオちゃん。月様の晴れの日ですから、お祝いをと。けど、やっぱり制服になるのは恥ずかしかった。あらあら、それくらいで恥ずかしがっていたら、その先、大変よ。え、それってどういうこと、月音？ほら、卒業式の後、一緒にスタジオで記念撮影をしたでしょ。それがね、なおちゃん、お見に行かして。聞かけないで。もう月音、はじめに会ってよ。ごめんね、なおちゃんの耳可愛くて。それじゃあね。こしょこしょこしょ。え、写真が話題になって。そうなのよなおちゃんって写真写りがいいから、きっといろんなお洋服に合うわよ。させられるのかなキュートな千尋ちゃんのお姿は皆さんの目で確認してくださいね。それではアフター本編でお会いしましょう。